ミュンヘンオリンピック会場1972年ミュンヘンオリンピックは1972年8月26日から9月11日までの17日間、西ドイツのミュンヘンで開催されたオリンピック競技大会。一般的にミュンヘンオリンピックと呼称されるオリンピック史上最悪の悲劇と言われるミュンヘンオリンピック事件が発生したことで知られる。 ミュンヘンオリンピックの開催は1966年4月26日、イタリアのローマで開かれた第64回 IOC 総会で決定された。マスコットはダックスフントがモチーフになったバルディで夏季オリンピック大会に登場した最初の大会マスコットでもあった。オリンピックのポスターデザインに日本からは荒川修作が参加したドイツでの開催は 1936年ベルリン大会以来2回目となるが第一次世界大戦により開催取り留めとなった1916年大会も開示が残るため公式上は3回目となる。しかしマスメディアにおける報道では現実に行われた開催会から考慮されるためドイツで2回目の五輪として報道される場合がほとんどである。第二次世界大戦後としてはドイツ初となる。 オリンピック開催であり、当時は分断国家であった東ドイツと西ドイツの相互承認と国際連合への同時加盟を間近に控えていた時期でもあった。この大会から柔道とハンドボールが正式種目として復活した。開会式で選手先生だけでなく審判先生も行うようになったのもこの大会からである。日本男子体操が最も強さを誇った大会でもある。 全8種目24個のメダルのうち16個を日本が獲得。団体では1960年ローマ1964年東京1968年メキシコに続いて4連覇。個人総合と鉄棒と平行棒では金銀銅メダル独占。鉄棒金メダルの塚原光雄が開発した月面宙返りが以後世界の体操界で 長年使用される革命的な技となる日本男子バレーボールは大会前から日本国内の話題をさらいテレビ番組ミュンヘンへの道なども放送されていた準決勝のタイブルガリア戦でセットカウント0-2からの奇跡の逆転劇を演じ金メダルを獲得競泳のマークスピッツが出場した全種目においてすべて世界記録で優勝し7個の金メダルを獲得 北京オリンピックでマイケル・フェルプスが8個の金メダルを獲得するまでは1大会で獲得した最多金メダル記録だった。男子バスケットボール決勝ではこの種目の採用以来無敗を誇ったアメリカが終了間際に逆転され初めて敗れる波乱があった。ソ連が逆転に成功した試合時間残り3秒からのプレーの中断と再会。 およびその槍の直しという一連の招致を不服としたアメリカチームは表彰式の出場と銀メダルの受け取りを拒否した。詳細はダグコリンズを参照次回大会のモントリオールオリンピック以降は一部の国がボイコットで不参加となったためほぼ全世界の国と地域が参加したオリンピックとしてはソウルオリンピックまで待たねばならなかった。詳細は ミュンヘンオリンピック事件を参照回帰中の9月5日、パレスチナのゲリラが、選手村のイスラエル選手宿舎を襲撃した。イスラエル選手団のレスリングコーチとウェイトリフティングの選手を殺害した後、9人を人質にした。救出は失敗し、銃撃戦の末、人質9人全員とゲリラ5人、警官1人が死亡する第惨次となった。中。 バドミントンと水上スキーは公開競技詳細は1972年ミュンヘンオリンピックのメダル受賞数一覧を参照2009年にミュンヘンは2018年冬季オリンピックの開催地に立候補した。実現すれば史上初となる同一都市での夏冬逸話開催となるはずであったが韓国のピョンチャンに敗れた。厳密には軽井沢町が 1964年、東京オリンピックで馬術を、1998年、長野オリンピックでカーリングを、それぞれ開催しており、競技会場としては、軽井沢町が世界で初めてき冬季療法のオリンピックを開催したことになる。ちなみに、今後は、北京が史上初の同一都市での夏、冬逸話開催となる予定である。ありがとうございます。